ヤモリか細指ヤモリ族に分類されるヤモリ。ミャンマー南東部隊南部、マレーシア全長12センチメートル。背面には網目状の反紋が入るが、個体による変異が大きく、亜種や別種の同定は難しい。低地の森林やその周辺にある草原等に生息する。半樹状性で、主に地表で活動するが、低木に登ることもある。夜行性で、 昼間は落ち葉や倒木の下で休む。食性は動物食で昆虫類、節足動物等を食べる。繁殖形態は乱生。発情したオスはメーティングコールを出してメスに求愛する。一回に一から二個の卵を産む。卵は摂氏30度で80から100日で孵化した例がある。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。 族内では流通量が多い。主に野生個体が流通するが、飼育か繁殖個体が流通することもある。テラリウムで飼育される。小型種のためあまり大きなケージは必要とせず、またあまり立体的な活動を行わないため高さも必要ないとされる。湿度の高い環境を好むため、床材として保湿力のある、ヤシガラドや、不要土等を敷く。 ありがとうございます。